今日はどこに連れて行ってくれるの？結婚記念日だからね。とっておきの場所だよ。私たちは古くからの知り合いが営んでいる高級料亭へとやってきていた。しかし、楽しいはずの今回の結婚記念日は別の意味で一生忘れられないものとなる。高級料亭で夫との食事を楽しみ、トイレに立ったところで不穏な会話を耳にした。なんて話をしているんだろうかと興味本位で襖の隙間から中の様子を覗くと、そこには見慣れた長男嫁の姿が。ねえ、今日はどんな理由でタダにしてもらおうか。そうだな。無難に虫が入ってたとか？いや、それじゃ弱いでしょ。ほら、さっきの従業員呼んでさ。私は思わず話しかけようとした。すると、誰かに読み止められた。ちょっと待ってください。その後、私たちは協力者と共に警察に連絡することに。家族とはいえ、やってはいけないことがあるのだから。私の名前はさとみ。夫の幸男と二人で暮らしている。お互いに定年を迎え、趣味や旅行など、残された時間を思う存分好きなことに使っていた。私たちには、みきおという息子がおり、奥さんのりかさんと仲良く暮らしている。二人の間に子供はいなかったが、それはみきおとりかさんが一緒にいる時間を大切にしたいという思いがあったからだ。俺はりかと一緒にいれればそれでいいからさ。ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいわ。私たちとしては孫が見たいという気持ちもあったが、二人が幸せならそれでいいかと思っていた。だがそれは結婚してすぐの話。結婚して3年ほどが経った頃だったと思う。嫁の理香さんがとんでもないことを言い出すようになったのだ。その時はみんなでテレビを見ていた時だった。なるほどね。この手もあったのね。この手って？今テレビで養子の話をしてたじゃない。だから最悪養子を引き取るのもありかなって。なるほど、それはいいかも。この二人にとってはいつものことだったのかもしれない。しかし私たち夫婦にとっては異常な光景だった。そもそも養子というのはあんなに笑いながら軽い気持ちで言っていいものなのかと。私と夫は顔を見合わせた。そこに言葉はなかったが、これ以上関わるのはまずいだろうとお互いに思ったことだろう。結局この一件以来、長男夫婦との関係も疎遠になっていったのだ。そして私たち夫婦にはもう一人の息子の高尾がいる。みきおとほぼ同時期に結婚したのだが、長男夫婦とは別の意味でお互いを信頼しているのがよくわかるのだ。理想の夫婦とはまさに次男夫婦のことを言うのだろう。次男の高尾は長男とは正反対とも言えるほど真面目な性格で、今は警察官として働いている。この前兄さんを見かけたんだけど、近所のスーパーでなんだかトラブってたよ。その時は別件で急いでたから詳しいことはわからなかったけど。え？トラブル？ああ、だから今度駅前のスーパーに行く時はちょっと注意した方がいいかも。分かったわ。もし行く機会があったら十分に気をつけておくわ。うん、それがいいだろうね。総次男から忠告を受けたのだが、そんな話があってから1週間も経たずに長男を見かけることになるとは思ってもみなかった。普段はあまり駅前のスーパーに行くことはなかったのだが、その日に限ってはいつもの近くのスーパーが改装中だった。私たちの住んでいるところは田舎ということもあって、やはり駅前の方が品揃えは確かなのだ。夫と共にスーパーに向かうと、入り口付近でちょっとした人だかりができていた。どうも見てみるとご近所さんたちのようだ。こんにちは。どうかしたんですか？私がそう声をかけると、何やら神妙な面持ちで何があったかを話すのをためらっている様子である。そんなご近所さんたちと別れ、スーパーの中に入ると、レジの方から怒鳴るような声が聞こえてきた。何かあったのかしら。わからん。だけど、いわゆるクレーマーというやつじゃないか。とりあえず、関わらない方が良さそうだ。そうね。そんな会話をしつつ、横目で見ながら通り過ぎようとした時だった。店員に向かって怒鳴っている人物に見覚えがあったのだ。それは明らかに長男のみきおだ。スーパーの入り口でご近所さんたちが話すのをはばかったのは、これが原因だったのかと理解した。俺たちは客だぞ。どう落とし前つけてくれるんだよ。責任者を呼べ。すみません、すぐに新しい商品をお持ちいたしますので。あのな、店員さん、俺はそういうことを言ってるんじゃないんだよ。では、どうすれば。そんなの、そっちの責任なんだから。ただにするのが筋だろ。それは。その後も、長男の要求は続く。店員の男の子の胸には、研修中の文字が。私は、そんな光景を見ていられず、思わず声をかけた。ちょっとミキオ、何やってるの？あ、なんだ、母さんか。ここのスーパーに来るなんて珍しいじゃん。いいから、ちょっとこっちに来なさい。そう言って、店員の男の子や周囲にいた人に頭を下げて、長男を引っ張った。店の端に連れて行き、詳しい話を聞くことにしたのだ。なんだよ、母さん。本当に何やってるのよ、あなたは。そう問いかけると、長男はさっきまでの鬼のような形相とは打って変わり、いつものヘラヘラとした表情になっている。いや、あの店員が許せなくてね、思わず怒鳴っちゃったよ。あなたね、少しは周りのことも考えなさいよ。だってよ、聞いてくれよ。買おうと思った弁当に虫が入ってたんだぜ。そりゃ怒るだろ。そりゃ、そうかもしれないけど。そう言って、長男が持っていたカゴを見ると、確かに弁当が入っている。しかし、よく見ると、一度開けたような跡があったのだ。その時、ある考えが浮かんできた。みきおはわざと虫を入れたのね。しかし、それを本人に言うのは控えた。なぜなら、そこには私が知っている息子の姿はなかったからだ。結婚する前はこうではなかったはず。確かに粗暴なところはあったが、他人に迷惑をかけることはなかった。そして長男をこうも変えてしまったのは嫁の理香さんだろう。私はそう考えていた。これじゃ理香に怒られるな。え？理香さんも来てるの？ああ、理香は車で待ってるけど。するとみくおが戻ってこないと思ったのか、理香さんが姿を現したのだ。ちょっとあなた何やってるの？遅いじゃない。ごめん、ちょっと母さんに呼び止められてさ。へえ、そうだったの。そう言って理香さんはこちらをきっと睨んできたのだ。次は失敗しないからさ。みきおはそう言って何度も理香さんに頭を下げている。その様子はまるで主人と召使いといった感じだ。お母さん、本当に余計なことしてくれましたね。計画が台無しですよ。それ責任を取って、とりあえず損害金として1万円ください。はあ？なんで私がそんなことしなくちゃいけないの？だって邪魔をしたのはお母さんなんですよね。だったら責任を取るのが当たり前じゃないですか。常識ですよ。この嫁は本気でこんなことを言っているのか。あなたたちがやっていることは許されることじゃないわよ。うるさいな。なんですって。私は嫁の言葉に対して怒りが溢れてくるのを感じた。すると夫がそんな私を見て止めに入ってくれたのだ。母さん、その辺にしておきなさい。そうね、私としたことが。とりあえずもうこんなことはやめなさい。はあ？じゃあお母さんが払えないなら代わりにお父さんが払ってくれますか？お金さえもらえればどっちでもいいですからね。そんなことできるわけないだろう。自分が何を言ってるのか分かってるのか？説教なんて聞きたくないんですよ。何？このままでは夫と嫁の言い争いが始まると思った私は思わず、これ以上こんなところで騒ぐと警察を呼ぶわよ。分かったわよ。ただ今後口出しするのはやめてくださいね。私たちも生活がかかってるんで。次またこんなことをしたら、あなたとりあえず帰るわよ。そう言ってお弁当も買わずに理香さんはみきおを引っ張りスーパーの外に出て行ってしまった。ちょっと待ちなさい。私の制止も聞かずにみきおは理香さんに引きずられるように車に乗り込み去っていったのだ。さすがにこれはまずいわよね。本当にまずい時は高尾にも相談してみるか。そうね。でもあんなにひどかったなんて思わなかったわ。そうだな。みきおは完全に理香さんに毒されてるみたいだからな。私たちも十分に気をつけないと本当に何をされるかわからないわ。こうしてその日は結局何も買わずにそのスーパーを後にした。そして翌日、私と仲がいいご近所さんがうちを訪ねてきたのだが、それは新たなトラブルの種だったのだ。すみません。そう言ってうちを訪ねてきたのは近所に住むハルさんだった。ハルさん、そんなに慌ててどうかしたの？大変なのよ。今うちにさとみさんのところのみきおくんが来て。はるさん、ちゃんと話を聞くから一旦落ち着いて。そうね、ごめんなさい。どうもこの様子からするとまたみきおが何かトラブルを起こしているようだ。それで何があったの？ほら、うちって本屋をやってるじゃない。それで店に置いてた本が汚れてるからって迷惑料としてお金をよこせって言ってるのよ。今主人が何とかしてくれてるけど、さとみさんにも伝えてこいって言われて。そうだったのね。わかったわ。私もすぐに行くわ。そして春さん夫婦が営んでいる本屋に着くと、長男夫婦と春さんのご主人は今にも殴り合いが始まりそうな勢いだった。だからここをよく見てみろよ。明らかに汚れてるだろ。こんなのを客に買わせる気かよ。それは汚れじゃない。元からそうなんだよ。他の本もそうなってるだろ。そんなの信じられるか。ええから早く金を出せよ。そんなことできるわけないだろ。これ以上騒ぐなら警察を呼ぶぞ。両者とも一歩も引かず舌戦を繰り広げている。そんな二人を横目にリカさんはスマホの画面をご主人に向けている。そんなこと言っていいんですか？今までのやりとりも全部これで撮ってるんで、誠意ある対応をしてくれないならこれをネットにアップしちゃおうかな。もしかしたらこのお店潰れちゃうかも。さとみさん、どうしよう。大丈夫よ、任せて。さとみさん、気をつけて。ちょっと、あなたたち、何をやってるの？私が、そう声をかけると、二人は同時に振り返った。またか。またかじゃないわよ。いつまでこんなこと続けてるの？そのうち本当に、取り返しのつかないことになるわよ。うるさいな。なんですって？だから、うるさいって言ったんですよ。でもいいの？いつまでもここにいたら、どんどん人が集まってくるわよ。事実、この本屋での出来事は、かなり多くのやじ馬を集めることになった。店の前には、少なくとも10人は集まっている。わかったわよ。でも、こんなことで済まさないわよ。お母さん、覚えておいてくださいね。ほら、みきお行くわよ。おう、じゃあな、母さん。そう言い残し、二人は店を出て行った。みきおは完全にリカさんの言いなりになっているようだ。おそらく、今回の件も、リカさんがみきおをそそのかしやらせたのだろう。だが、最悪の事態は免れた。ハルさん、本当にごめんなさい。うちの息子たちが。私は何度も何度も頭を下げた。とりあえず、店の方にも被害はなかったんだし、もう大丈夫よ。そんなわけにはいかないわ。子供のやったことは親の責任でもあるんだから。さとみさん、本当に大丈夫だよ。でも、あれはみきおくんだよな。昔は、あんなんじゃなかったのに。私は、ご主人の言葉が、心に突き刺さっていた。それは私も思ってたわ。前にこの店に来た時も普通だったのに、ああなったのは、みきおが結婚してからよ。あの嫁のせいでね。そうだったのね。とりあえず今回の件は改めて夫と謝罪に来るから。そんなことはいいよ。こっちは大丈夫だ。でもそれよりもあの様子だと相当さとみさんを恨んでるみたいだから、そっちを気をつけてくれ。そうですね。ありがとうございます。私は再度深々と頭を下げて謝罪し、家に戻った。今さっきハルさんのご主人から連絡があったよ。大変だったな。いいえ、大丈夫よ。でもさすがにここまで来ると本気で対応しないとこっちは危ないぞ。でもどうしたら？だったら一度高尾に連絡してみるか。そうね、私から連絡してみるわ。こうして私は高尾に連絡を取った。もしもし、高尾、今日は相談があって連絡したんだけど。相談？それってもしかして兄さんたちのこと？もしかしてそっちでも何かあったの？いや、そういうわけじゃないんだけど、最近変にクレームをつけて商品をタダでもらったりお金をせびったりしている事件が増えてるみたいでさ。まだ犯人は捕まってないんだけど。それってまさか。ああ、まだ確証はないんだけどね。ただ兄さんたちの可能性はゼロではないからさ。どうしてこうなったのかしら。私の何がいけなかったの？母さん、それは違うよ。母さんのせいじゃないさ。兄さんたちの件はこっちでも注意しておくから。何か分かったらすぐに連絡するよ。だから母さんたちは無理しないようにね。そうね、気をつけるわ。特にリカさんの方には気をつけて。一目見た時からやばい雰囲気が出てたから。大丈夫よ、私にはお父さんがついてるから。父さんにも無理するなって伝えておいて。じゃあ。そんな状況の中でも嬉しいことがあった。私たち夫婦の結婚記念日が迫っていたのだ。毎年おいしいものを食べに行こうと決めていた。最近いろいろありすぎて大変だったから、結婚記念日ぐらいはゆっくりしよう。そうね。で、今年はどこに連れて行ってくれるの？それは当日までのお楽しみということで。じゃあ楽しみにしてるわ。それから結婚記念日までの1週間は楽しみで仕方なかった。こんなめでたい日くらいは思う存分に楽しもうと。そして結婚記念日当日。よし、じゃあ行こうか。よろしく。そう言って私たちが向かったのは、私たちの古くからの知り合いがやっている高級料亭だった。ここだよ、俺たちにとってもとっておきの場所だろ。まさかここだとは思わなかったわ。何年ぶりだろうね。じゃあ入ろうか。いらっしゃいませ。お、久しぶりだな。今日はお世話になるよ。とびっきりのおもてなしをさせてもらいますよ。ありがとう。そして私たちは座敷に通された。なんだか久しぶりすぎてドキドキしちゃうわ。もっとリラックスしていいだろう。それに今日は今までのことは一旦忘れて好きなものを食べて楽しもうじゃないか。それから私たちは運ばれてくる料理の数々に舌鼓を打った。ちょっと食べ過ぎたかしら。ここの料理は全部美味しいからな。いつも食べ過ぎちゃうんだよな。そうね。たわいもない会話で夫と盛り上がる。こんな時間がずっと続けばいいのにと思った。私、ちょっとお手洗いに行ってくるわね。気をつけてな。そのくらい大丈夫よ。座敷を出てトイレに向かっていると、ある座敷から不穏な会話が聞こえてくるのを聞いてしまったのだ。ねえ、今日はどんな理由でタダにしてもらおうか。そうだな。無難に虫が入ってたとか。いや、それじゃ弱いでしょ。ほら、さっきの従業員呼んでさ。なるほど、それはいいかも。私は気になってしまい、少し空いていた襖の隙間から覗いてみると、話していたのは長男夫婦だったのだ。でもなんでこんなところにいるの？私は思わず話しかけようとした。すると呼び止められた。ちょっと待ってください。私を止めたのは店長だった。今は行かない方がいいですよ。でも私も話を聞いてしまったんですが、何をされるか分かりませんよ。でもあれは息子たちなんです。それは本当ですか？ええ、分かりました。でもここではあれなので、一旦座敷に戻りましょう。こうして一旦座敷に戻り、夫も交えて話すことになった。みきおたちも来てたのか？ええ、でもやっぱりここでも問題を起こそうとしてるみたいで。まったく何を考えてるんだ。とりあえず今は話しているだけで、店にも被害は出ていません。そうよね、今出ていってもどうせ文句を言われるだけだし。だったら少し様子を見てみないか？それはいい考えかもしれないですね。じゃあちょっと様子を見てみましょう。こうして3人で長男夫婦のいる座敷の隣の部屋に隠れた。おい、この料理にゴミが入ってたんだけど。どういうことだよ。そうよ、このお店はどうなってんのよ。申し訳ございません。すぐに新しいものに交換させていただきますので。そんなので許されると思ってんのか？この店はゴミが入った料理を客に提供するって言いふらしてもいいんだぜ。ではどうすれば？そんなの決まってるじゃない。お金よ、お金。お金とは？そんなの慰謝料に決まってんだろ。俺たちはゴミが入っているのに気づかずに食っちまったんだからな。分かったらさっさと責任者を呼んできなさいよ。その一部始終を聞いていた私はもう我慢できないわ。それにあの子がかわいそう。おい、さとみ！私は勢いよく襖を開け放った。みきおとりかさんはこちらを見るが、状況が分かっていないのか固まっていた。あなたたちいい加減にしなさい。いつまでこんなこと続けるつもりなの？またお母さんですか？ほんといい加減にしてくださいよ。私たちは今忙しいので、どこかに行ってください。母さん、悪いけど出て行ってくれ。今までの会話も全部聞かせてもらったわ。もう逃げられないわよ。逃げる？私たちはどこにも逃げませんよ。で、どうするんですか？こうするのよ。私はポケットからスマホを取り出し、110番した。今すぐ来てください。ええ、住所は？ちょっと、どこに電話してんのよ。決まってるじゃない。警察よ。その言葉を聞いた嫁は引きつった顔をした。はあ、ふざけんなよ。どうすんだよ、リカ。そんなの逃げるに決まってるでしょ。すると店長が、逃げられませんよ。残念ですけどあなたたちの顔は割れてますし。どういうことよ。この料亭の店長は私たちの知り合いなのよ。だから今さら逃げても無駄よ。そういうことです。それにこの店は全ての個室に防犯カメラが設置されてあります。あなたたちの行動は全て記録されてるんですよ。そんな。すると、すみません。ここが現場だと聞いてきたんですが。高尾？おお、まさかとは思ったけど、兄さんたちだったのか。なんで、高尾がここにいるんだよ。なんでって、俺は警官だよ。兄さん、忘れたわけじゃないだろ。とりあえず、詳しい話は警察署で聞くから。私たちが何をしたっていうのよ。それは、後でちゃんと聞きますから。こうして二人は、高尾に連れられて、警察署に連行された。でも、よかったんですか。仮にも息子さんですよね。いいのよ。ここまでやってしまったんだもの。ちゃんと罪は償うべきだわ。時間はかかってしまったが、これで二人の悪行に終止符を打つことができたのだ。ただ、ここまで放置してしまった私にも責任があるだろう。だからこそ通報したのだ。きっとこれから二人には過酷な運命が待っているだろう。警察に連行されてから数日後、二人は逮捕されることになった。店長が防犯カメラの映像を提供したことで、長男夫婦の悪行が白日のもとにさらされたのだ。高尾から聞いた話によると、カメラの映像には自分たちで料理に髪の毛やゴミを入れていたのが映っていたとのこと。しかもその時笑いながらやっていたようで、その様子はまさに醜悪だったそうだ。さらに立派な威力業務妨害に該当すると教えてくれた。もちろんそれだけではなく、過去の同じような犯罪についてもすでに調べはついていて、本人たちもさすがに逃げきれないと悟ったのか、罪を認めているようだ。しかもこれまでに何件も同じような事件に関わっているため、執行猶予はつかず実刑になる可能性が高いらしい。私は一切長男夫婦をかばう気持ちはない。ただ望むのは自分たちの犯した罪の重さを理解して償っていくことだけだ。みきおは息子だが、リカさんと結婚したばかりにこんなことに。しかしその道を選んだのは自分自身である。私たちにできるのはもう二度と関わらないということだ。一方の私たちは改めて料亭を訪ねることにした。あんな事件があったため、夫が改めて行こうと提案してくれたのだ。私たちはあの日、一生忘れないであろう出来事に遭遇した。でも今は夫と二人で楽しい日々を送っている。こんなに晴れやかな気分になったのはいつ以来だろうか。どうも、ナレーターの葉月です。まあ、なんかね、たまに聞きますよね。男の質は女で決まるみたいな。ちょっとやっぱ、年配のお姉様とかに聞いて、ああ、そうだなって思う時も確かにあるので、一概に全部がそれとは言えないですけど、あるので、これはそれが悪い方向に行ってしまった典型ではないかなと思ってしまいました。皆さんはどう思われましたでしょうか？よろしければコメント欄で教えてください。また、高評価、チャンネル登録をしていただけますと励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。